琉球は去年このタピスタで徳島と対戦した時2対1で勝利を収めています。キックオフの笛を待ちます。今ゲームが始まりました。左エンドホームの琉球、ね、今現在まあ守備の意識も高くなってますし、はい、さあ風間幸輝ここミドル狙ってきた。コーナーキックです。長谷川触ってるんですね。あれ琉球風間幸輝のこのシュート、いや長谷川よく触りましたね。そうですね、まあ、そのボール触る回数、うん、まあ、あとはその動きの質も高いので、まあ、そこで、まあ、その動きで相手を破っていくということはできてますね、はい、左川田フリーですけれども西矢中に切れ込んでシュート、いやー決めた。西矢和樹のゴールで徳島が先制です。シュートまで、まあ、上里選手のこの横のスペースが空いてたのを感じ取ってからは早かったですね、はい、まあ、1本目の、ね、長谷川選手のこのセーブっていうのも良かったですね、阿部拓磨決めたところで、はい、まあ、小泉選手ですね、引き出してスペースを作ってそのスペースを使うっていうところが少しちょっとできなくなっているので、おっと渡井が抜け出して仕掛けていく、渡井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 の勝ち越しゴール、徳島2点目、渡井雅樹今シーズン初ゴールで徳島が勝ち越しました。ないと思うんですよね、うん、まあ、ただしっかりとその股を通すことで、こぼれ球鈴木徳馬スペース柿田、ここつながります。柿田風間幸輝が一人対応する、柿田中折り返して決めた、渡井だ、柿田と渡井で徳島3点目、渡井今日2ゴール。その柿田選手のこの動き出し、はい、あとはパスの配球でやっぱその渡井選手の柿田取り替え、ここで試合終了のホイッスルです。